はい、どうも、西武所沢車両チャンネルでございます。今回はですね、JR 山手線のニュースでございます。7月24日の始発からですね、あの山手線は一時全線で運転を見合わせたそうです。JR 東日本によると、あの午前2時半頃から、あの大阪駅構内にある信号装置に不具合が発生したため、始発から全線で運転を見合わせたそうです。 で、午前9時頃にはもう全線で運転を再開したそうなんですが、一部の駅におきましては、改札が封鎖されるなどをしたため、再開を待つ通勤客らで混雑が発生したそうです。その発生現場である大崎駅構内ってなると、ほら、あの、東京総合車両センターも、のよりも、大崎駅なんですよね。だから、その大半がですね、大崎支圧っていうのもあるんで、 やっぱりこれ、あの、山手線がね、あの、こういうの、不具合が発生したりすると、やっぱりね、その本数が減っちゃうんですよね。だからね、結構ね、山手線ってね、あの、あの、遅延とかね、見合わせたのをすると、あの、隣に走ってる京浜東北線や埼京線とか、湘南新宿ラインなどにもね、影響が出てしまうんですよね。まあ、 原因については、おそらく調査中との情報なんですけど、まあ、今回のな、通勤客でね、11万人にもね、影響が出てしまいましたね。ということで、今回は、あの、山手線が、始発から運転見合わせが発生したとの、のニュースでございました。以上で終わります。